前回の続き。だから、まあ、私の場合はその動画で編集したやつ、まあ、2分ぐらいにまとめたやつの中で、まあ、視野狭窄のものと実際の見え方と誤解されやすい見え方と、なんていう、ほんまに視覚障害者が見てるであろう景色のやつの画像を自分で編集して持っていきます。で、まあ、私今使わせてもらってるのがまあツイッターから その視野狭窄の動画を作ってくださった方、視野狭窄の人の画像の説明っていうのがあるので、まあ、より自分に近いものを選んで、そう、なんかその緑内障とかでこう見え方が困難ですみたいな、あれはもう対象外、あれをだから動画でくっつけて持っていくぐらいやったら、もうツイッターとかで探せば、視野狭窄って探せばちゃんと映像化してくれてる方がいます。その網膜色素変性症の人とかでそういうのを作ってる方がいらっしゃるので、まあ、その方の映像をお借りして面接に持ち込んでいくのもありやと思います。まあ、私は使った後にその方にお礼を言いましたけど、そうね、できたら前もって言えた方がいいね。まあそのね、映像に起こすっていうものの一つに、あとは自分の歩行を歩いてる姿、まあ部屋の中を歩くっていうのが一つと、それから屋外、晴れた日の屋外を歩く、あとは夜間の歩行、この3つ、私の場合はまあ白杖を持ってる歩行を持って行ってとか撮って、編集して企業に持っていきました。面接で聞かれることもあるんですって。じゃあ最初からそんな質問をなしにしたろっていうそんなめんどくさいね、質問せんでもいいように動画にしてしまおうと思って私はしたんで、なので、まあ、参考にしてもらったらいいかなと思います。まあ、それと同時に、調理とかそっちの道に進みたい人やったら、まあ、自分が野菜切ってるとことか、なんか料理してるとことか、そういう熱湯を扱ってるシーン、熱湯と包丁を扱ってるシーンは料理の人は多分入れといた方がいいです。はい、っていうのは、まあ、視覚障害者やし何もできひんやろっていうのがね、普通の人からしたらあるからです。これはもう家族といててもそうですけど、まあね、理解が得られない人たちもいるっていう話もよく聞くので、家族と住んでてもよその人やったらもっと分かれへんからっていうので、情報提供として一応そういうことを盛り込んだり、まあ復職はね、私全部言葉でいこうと思ってるので、その何が必要か分からないんですけど、まあ、あとは私が一番困ってるのが、そのレジ打ちの動画作成ができないんです。うん、手元がね映らへんから、そうレジ打ちのね動画作成ができれば一番いいんですけど、もしなんか動画作成に協力してもらえる人がいたらいいかなとは思います。あとはそのまあパソコンですよね。わかりやすく言うとパソコンの業務ができるかみたいなところも突っ込まれると思うので、職種によったら、だからパソコンやってる映像、まあ後ろからでもいいし横からでもいいし斜め前からでもいいんですけど、パソコンをしてる映像を、まあ、できればパソコン画面も映った方がいいから、まあ、ちょっと斜め後ろぐらいが一番いいと思うんですけど、顔がちょっと半分映るぐらいで撮って編集して、だいたい1分から2分、まあ行っても3分かな、面接やったらなおさらだから3分ぐらいにキュッキュッとまとめて提出してます。はい、そんな感じですかね、私ができてるのは。で、まあそのね、視覚障害者の職業って一番最初言ったみたいに、まあアンママッサージ指圧しか事務しかありませんみたいな、視覚障害のそういうコミュニティとかそういう支援してくれる就職の支援しますよって言ってるところですらそういう感じなんですね、傾向として。で、まあ私が登録してるその視覚障害に特化した就労のところは、一応今私が伝えてる飲食業か服飾業かっていうところとか、まあ、他の職種で働きたいんですっていうふうに言って、こんな企業どうですか、あんな企業どうですかって、私から企業名を全部上げてって、でちゃんとしたとこ
で福利厚生もあって、まあ、障害者就労にもやったことがあるよっていうところをピックアップして、そのやっぱりその職種が2つに限られてしまうっていうのはもったいないことやと思ってるので、でまあね、中には視覚障害持ってるけど、そのアーママッサージ指圧師と事務以外の仕事をしていますっていう人がいると思います。で私がこの動画を撮ったもう一つの理由はそこです。そのまあアハキの仕事と事務の仕事以外の仕事をしている人、それが始めたばっかりですっていう人もいたら、中堅です、で上のね社長やってますっていう人もいると思います。なのでその人たちのノウハウをできる限りこの動画のコメントに書いてほしいんです。で例えば、まあ、どんなこと書いてほしいか言いますね。まずどんな経緯で入社したか書けたらいいです。どんな経緯で入社したのか、例えば友人のつてがあったのか、自分で求人に応募したのか、でその時の面接官の対応を書いてほしいです。これすごい大事、みんなそこ不安やと思うんです。で見えへんのに面接受けるからっていうのもあって、でまあそのご自身が職場で受けてるサポート、これはサポートがあるんやったらあるで内容を書いてほしいし、ないんやったらないけど自分でこういう工夫してますとか、まあ、こういうところに困ってますっていうのを書いてほしいです。あとはまあその状況ですね、あの初めてなのか中堅なのか上の方の社長職なのかを書いてほしいです。でまあそれからそのやりがいを感じる点とちょっとここは改善してほしいみたいな点があれば、あの企業名とか言わなくていいので、職種だけでいいので書いてほしいです。ちょっとお手数ですけど、なんでかって言ったら、まあ、中卒、高卒、大卒、専門卒っていろいろあると思うんですけど、そういう人たちとか、あとは途中で見えにくくなってきた人たち、見えなくなった人たちのため、でそれから、まあ、これから今就職活動している人たちのために何かきっかけになればっていうのと、まあ、そのね二択の職業だけじゃないんだよっていうことも含めて教えてほしいです。私正直ね、そのアハキの職業と事務の職業以外の職業につける人ってただ単にラッキーやからって思ってるんですね。私結構職場の面接バンバン受けてるんですけど、やっぱり目が理由で落とされるんです。でこれは何もアハキの仕事と事務の仕事に関しても結構なんか見えへんからいらんわみたいな感じで言われるんですね。なんかガチャって面接会場入った時にもうそういう空気が出てたりとか、途中でだからその盲学校に高校から行ってるので、そういう話題出した時にあもうこの人いらんわみたいな空気が出てるんですね。面接官からプッシュを言うてプッシュを言うて出てるから、もうそれを感じ取ってしまうというか、出てるというかもう言動でそういう言動をしてしまって、例えば急に上から目線になったりとかしはるんで、とかまあその面接会場に来た時すでにそういうスタンスの方、多分普通のね健常者のモードっていうか、その白状を持たずに面接会場行った時でものっけからそういうねちょっと上から目線の嫌な感じの人事担当の人とか、まあ、社長さんが面接してたりとかするんですけど、嫌な感じやなって、もうその時点でまあそこの職場には入りたくないってこっちから思うんですけどねあだけどまあそういうその面接の雰囲気とかもせその書いて、面接の雰囲気とかも書いて、障害者雇用ってね、やっぱりその健常者からしたら障害者雇用って配慮してもらえて楽なんでしょうみたいな印象強いと思うんです。テレビとかにもさよくね作業所でこんないいことやってますみたいなありますけど、ああいう作業所って一部ですからね。本当になんか昨日もニュースで知的障害の人の施設で暴行事件あったっていうのあったけど、まあそういうことのね、いざこざの方が多いわけで、まあ別にそのなんかそういう虐待とかそういうとこしてるね事業所とか作業所とか事業所とか施設とかが多いですって言ってるんじゃないけど、やっぱりそのメディアに乗らなかったりとかするのね。で、まあ、A 型 B 型作業所ってあるけど、 AB の作業所って結構そのブラックな営業してるとこもね、で摘発されにくいんです、うまいことやってるから。
で、まあその中に、まあ、視覚障害でそういうところでお仕事する人もいるんですけど、今回はまあ今回はというか、私その作業所で働いた経験がないので、まあ、あの、まあ作業所の経験を書いてくださってもいいですね。あえてね、作業所の雰囲気を知りたい人もいると思うので、そういうことを書いてください。他業種の環境を今回は知りたいです。で、まあその職業関係なく一応コメントしてもらったら嬉しいです。その選択肢がやっぱり見えると思うので、そこから、うん、あとはその視覚障害のそういう就職をサポートしてくれてる団体さんとか、そういう、まあ、視覚障害者関係のところ、他のいろんな職業の道があるよっていう話もたまにはっていうか、まあそれが主流になってほしいですね。私はなんか選ばれへんってすごい苦痛じゃないですか。あの、まあお出かけの手引きの時に、まあ手引きを指摘するかせえへんかについて、間違ってるなら指摘するのかしないのかっていうね、話もそうですけど、だから選択肢、その交通手段の選択肢もそうですけど、その職種の選択肢、職業選択の自由っていう、そういう言葉があるんやったら、もうそれ視覚障害者にもあっていいと思ってるんです。もちろん別の職業の人だってそうです。私、あの、ちなみに織姫カフェっていうところのね、面接というか、その、あの、応募したんですけど、私滑ってるんですけどね、それでも、まあ、職業をどんどん広げていこうってする人たちがいてるぐらいなので、まあ分身ロボットのところだったんですけど、会社が働いてる視覚障害者がおっても面白いやろうし、こんなとこで働いてるんやっていう希望がもっと集まれば、なんかその下向いてうつむいて生活する人が減ってくると思うんですね。やっぱり、まあ、視覚障害者の就労で検索した時に、あ、まあマッサージ指圧師と事務しかなくて、すごい落ち込んだというか、もうその生きてる意味がわからんかったっていうのも私自身あったから、この話をしようと思ったんです。っていうことで、まあ、まとまりない感じやな。またまとまりないな。まあそんな感じなんですけど、職業の、いろんな職業の人のコメントが欲しいですっていうことを言いたくて、今回動画にしました。動画作成やってみてほしいです。これはまあ人に頼んでもいいでしょうし、撮ってって言って、このアングル概念撮って言って、美人に撮ってなみたいな、イケメンに撮ってなみたいなこと言いながら、まあ撮ってもらったらいいと思うんですけど、そのなんかね、できるよっていうことを、まあ分かりやすく説明しようって言ったら、やっぱり動画が早いからまあ私はそうしただけです。そんな感じで今日は終わります。コメントとチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。他業種の方、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。続く。